ウェブ人の内原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。サイズ、程度などのお問い合わせはウェブ人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が4月の12日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、T シャツからですね。はい、こちら、ヘインズボディの XL 表記ですね。ちょっとすみません、見づらいですけど。はい、三角タグですかね、いわゆるこう、60年代あたりでしょうか。プリント、キープオントラッキング。はい、これ、染み込みです。白ボディの XL、まあ少しね、シルエット的には細めだと思うので、XL だと僕がちょうどいいサイズ感です。プリントもね、非常に可愛いと思います。少しですね、ちょっと小穴とかがポツポツはあるんですが、まあちょっと古めの T シャツ。はい、雰囲気いいですね。こちら12,800円に消費税です。はい、続いてフェイクアルファの方からですね、ちょっと今回バイク系を結構持ってきました。はい。ボディこちら古いですね。こちらもエクストラ XL ボディですね。はい、こちら 50s ぐらいでしょうか。もうこの細めのねパイピングだったりとか、しかも状態が、ワンウォッシュ程度ですね。もうこの生地もね肉厚です。はい。あとこのプリント、まあバイク系ですが染み込みのプリント。はい、XL ボディちょっとね本当にワンウォッシュぐらいで多分乾燥機入ってるのか、僕がちょうどいいサイズ感だと思います。なかなかね、この程度いいのないと思いますね。はい、こちら、25,800円に消費税です。はい、続いて、ハーレー T シャツ。はい、こちら、ボディが M サイズ。50/50 ですね、黒ボディ。はい、もうこのね、いわゆるナンバーワンの、まあ、いわゆるウイングですね。で、ミディアムサイズ、ちょっと僕は小さめです。まあ、ハーレーの T シャツもね、やはり、やっぱデザインがね、こうかっこいいですね。はい、後ろもこうプリント入ってます。まあ、ラバープリントですけれども、まあ、逆にね、黒と白でシンプルでかっこいいです。はい、こちら、12,800円に消費税です。続いて、1個トライアンフル挟みます。こちら、ヘインズボディの XL ボディ。はいこちらもラバープリントですね。はいまあ、このイギリスのね、マークもそうですし、XL ボディちょっとゆったりします。ちょっとね、体格いい方。ぜひ、まあ、トライアンフ好きな方ね、いいと思います。ボディ状態はね、非常にいいです。はい、こちらも12,800円に消費税です。はい、続いて、ハーレーに戻ります。こちら、先ほどと同じですね、スポーツウェアの M サイズ。はい、こちらもね、50/50 のボディになります。これもね、たまに見かけますが、このまあ、刀といいますか。で、ハーレーのマーク。ちょっとこのね、光ってるこのプリント、非常に。かっこいいかと思います。M サイズ僕は少し小さいですね。はい、後ろもイーグルいいですね。デザインもかっこいいと思います。まあ、両面にねこう入ってるやっぱハーレーのねかっこいいところかなと思います。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてこちらハーレーボディの L サイズ。はい、こちらは 100% コットンですね。はい。黒ボディこれもね、イーグルのこのプリントちょっとねいわゆるなんかひび割れプリント系な、はい、デザインはかっこいいと思います。こちらも、L ボディですがそうですね 100% コットンなので僕がこれちょうどいいサイズ感ですね、はい、そしてバックもかっこいいです、はい、サンディエゴこうプリントがちょっとかすれてるのもね雰囲気めちゃめちゃかっこいいですね、はい、これいいですね。こちら12,800円に消費税です。続いて、こちらセサミストリートですね。はい、ボディが XL ボディです。はい、もう L も後ろにねちゃんと L もって書いてました。はい、サイズ XL この頃のねボディやっぱちょっと大きめです。ただドンとインパクトある T シャツまあね夏にいいんじゃないでしょうかこれから。ちょっとね、女の子はオーバーサイズで着ても可愛いと思います。こちら7,800円に消費税です。続いて映画シリーズ。はい、こちら、ダークナイトですね。はい、まあバットマンのシリーズ。まあこのねプリントめちゃくちゃかっこいいと思います。胸元にドンと。サイズがですね、ちょっと消えてしまってるんですが、おそらくね XL ぐらいなボディです。結構横幅ありますね。自分が合わせてこのぐらいなので結構ゆったりします。後ろはシンプルに無地です、はい、でこれプリントかっこいいです非常に。はい、ダークナイトこちら 19,800 円に消費税です。はい、続いてこのプリントもねかっこいいですね。アンビルボディのラージサイズです。 100% コットンですね。こちらねほんとワンウォッシュ程度ですかね。はい、フレディとジェイソン、はい、まあ、この映画も僕も見ましたけどちょっと怖かったですけどね。L ボディ、こちら本当にねウォッシュがほとんど入ってないと思います。ここから多分ね洗って乾燥機とか入れても少しキュッと詰まる感じで僕はちょうどいい感じのサイズ感です。もう状態はねバキバキです。あと多分ねいい感じにこうひび割れてくるラバープリントだと思いますね。結構着込んでったらかっこいいと思います。はい、こちら 25,800 円に消費税です。はい、続いて半袖シャツいきます。はい、こちらゲスですかね。サイズが33というサイズなので、まあ、L ぐらいだと思います。はい、水色のストライプでちょっとねゆったりめですねサイズ感的には、まあ、状態も非常にいいのと、はい、この胸元にねピースネームも入ってます。はい、こちら 6,800 円に消費税です。続いて半袖シャツですがこちらサイズが L サイズ、はい、70年代あたりですかね。すごいポップな柄ですが半袖シャツ、L サイズですが僕が多分ジャストサイズぐらいですね。まあ、派手好きの方おすすめですがちょっと襟元に少しね茶色い汚れが、はい、なんか多分ホッチキスの錆びた後ですかね。はい、あとでもね状態は非常にいいと思います。このプリントもね可愛いですね。はい、こちら 12,800 円に消費税です。続いてラガーシャツラルフローレンの XL ですね。はい、もう定番の紺に黄色紺黄色 XL は結構ね僕はゆったりします。まあ、ちょっと大きめの方もしくはダボっと着たい方、まあ、ラガーシャツね結構オーバーサイズで着ても可愛いと思います。女性でね着てる方もいますし、はい、こちら 6,800 円に消費税です。はい、続いてヴィンテージの白シャツですね。はい、こちらボディが、サイズがですね15、はい、こちらマチはついてないタイプですね。はい、まあ、結構白シャツ、どうしてもね程度がっていうのが多いんですがこちらで、ね、状態いいと思います。15なので自分がねちょっとジャストサイズぐらいですね。はい、僕は普段着るなら15ハーフはいると思うので着丈とかもね非常にいいですしやっぱね春先、白シャツにねジーンズいいんじゃないでしょうか。まあこういったねペンキ飛んだジーンズなんかでも相性いいと思います。はい、こちら 7,800 円に消費税です。はい、続いてこちらエディ・バウアーですね。エディ・バウアーのストライプシャツ、生地がね、まあ、コットンです。ちょっとヘビーなコットン、はい、すいませんサイズがちょっと表記がちょっと消えてしまってますね。おそらくですがサイズ16ぐらいはありますね。ネルシャツでいうと XL ぐらいだと思います。自分で結構ゆったりめです。まあ、この赤ストライプもね可愛いですね。アウトドアブランドならではかなと思います。こちら 6,800 円に消費税です。はい、続いてボディがこちらちょっとねサイズ表記がね消えてますね。はい、ちょっとねライトネルです。はい、黒のボタンなんかもかっこいいですし、これ色目がねかっこいいですね。黒にグリーンしかもこのグリーンもねちょっとこの黄緑っぽい色がね非常に、見た目もねいいと思います。はい、サイズ感もね、おそらく S サイズぐらいですかね。自分はちょっと小さいです。はい、こちら 6,800 円に消費税です。はい、続いてネルシャツファイブラザーですね。サイズが L のトールマンちょっとね丈が長めかもしれません。ちょうどねいい時期になりました。僕もネルシャツ着てますがちょうどね T シャツ1枚に羽織るのにちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ、赤黒のね定番のチェックです。ちょっとサイズはね、自分だとちょっとね丈長いかもしれません。袖と180ぐらいねある方だったらバランスよく着れるんじゃないでしょうか。すいません、6800円に消費税です。続いて半袖スウェットですね。はい、こちらタグはね欠損してます。はい、ネイビーボディで、フロッキープリントですね。ちょっとね文字もね大きめでバランスいいと思います。サイズ感、L サイズぐらいはあると思いますね。はい、ただ半袖のねオリジナルじゃないんです。すいません、こちらね長袖をカットしてしまってます。ちょっとね、内側をね糸で留めてますが、もしあれだったら外してねちょっとこうわざとボロボロにして着てもかっこいいかと思います。なんかサーマルとかとね重ね着しても、バランスいいんじゃないでしょうか。はい、こちら、7800円に消費税です。続いてチャンピオンの刺繍タグ90年代、トリプル XL ですね。結構でかいです。いわゆる前 V の、チャンピオン刺繍、ネイビーなんですが、僕で合わせてこれぐらいです。かなり大きめです。もちろんねダボっと着るのもありだと思いますし、逆に大きい方、このサイズお探しの方ぜひ、状態はねいいと思います。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてもチャンピオン。はい、こちら XL ボディ、こちらも90年代ですね。この形ね非常に珍しいと思います。まあ、いわゆるチンピオンっていうね言い方を、こちら、まあ、同じ同系色の刺繍と、この前がですねこう V ネックじゃなくてこう U ネックみたいな、そしてパーカーです。はい、XL、ちょっとゆったりめなんですが、下はね、T シャツのようにこの切りっぱなしの状態のいわゆるスウェット地です。あんまりね見かけないと思うんですが、はい、ちょっとゆったりめですね。オーバーサイズで着るのは可愛いと思います。またね色目も綺麗なねグリーンですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて大人気チャンピオンのリバースウィーブ。はい、刺繍の90年代エクストララージです。はい、ネイビーボディ3段なんですが、もう今ねひび割れプリントっていう雰囲気ではねめちゃめちゃかっこいいですね。この雰囲気なかなかねこういういい雰囲気にならないですよね。 XL ちょっとゆったりめで切れます。ネイビーもねやっぱこう少し色あせるとね雰囲気出てかっこいいです。まあもちろんデニムとは相性いいですし、自分もほんとこのぐらいの色目がね一番好きです。はい、状態もねいいと思います。はい、ひび割れプリント3段で、こちら 15,800 円に消費税です。続いても刺繍90年代のエクストララージ。こちら状態非常にですねグレーボディの、はい、ネイビーでラウンド、こちらはね逆に状態が非常にいいです。 XL でちょっとゆったりめですが、はい、後ろは無地の状態がほんと綺麗ですね。はい、こちら 12,800 円に消費税です。続いても刺繍のエクストララージ。はい、こちらも白の2段なんですが、いい感じのひび割れですね。はい、もうひび割れプリントというのが結構ね浸透してきました。こちら XL で、はい、ちょっとゆったりめのサイズ感です。後ろは無地で、ちょっとねやっぱこのえんじの色が少しこのフェードした雰囲気もいいと思います。またねこの見た目がね全然違いますね。この雰囲気はかっこいいと思います。 12,800 円に消費税です。続いても刺繍のラージ90年代ですね。こちらは先ほどのエンジェル程度がいいですね。はい、もうラバーのねこの雰囲気も非常に、白でね囲って中もエンジのが同系色って結構珍しいと思います。プリントもね可愛いですし、ラージサイズ僕がちょうどいいジャストサイズです。普段僕が着てるリバースウィーブは基本 L サイズです。はい、こちら後ろもね状態ですね、こう濃いエンジというのもね渋いですね。はい、こちらも 12,800 円に消費税です。続いてトリコのダブルエクストララージ80年代ですね。白ボディ、このね水色とネイビーのプリントもねラバープリントですが、可愛いですねプリント。ダブル XL 結構ゆったりめですが、白ボディでねこれだけ状態いいのはなかなかないと思います。これもねプリントもね色目可愛いので、女の子女性がねダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちらも 12,800 円に消費税です。続いてヴィンテージスウェットですね。ボディこちらちょっと、消えてますが、おそらくフルーツオブザルームじゃないかなと思います。このサイズ感前 V です、ちょっとね、いわゆる汚れ系雰囲気系なんですけれども、霜降りといいますか、まあグレーがねちょっとこう白くなったんじゃないかなと。このまあ少しシミもね雰囲気と思って見ていただければ、はい、袖なんかもちょっとこうやって汚れがあります、サイズ感的にはね L はあると思うんですが、自分がねちょうど、まあ、ジャストサイズぐらいですかね、自分よりちょっとねサイズ感、小さい方だとちょっとダボっと着れますし、まあ女性が着るとねちょっとやっぱり汚れが目立つかもしれませんが、結構ボロ系のねスウェット、まあ、男性着てる人も多いと思います、まあ、雰囲気で合わせて着ていただければ、はい、こちら 7,800 円に消費税です。続いてハーフジップの、ヴィンテージスウェット、こちらのタグがね欠損してます、グレーボディ、こちらサイズは L ぐらいありますね。自分も着れるサイズ感だと思います、はい、こちらバッグですね。いいですね、1400、はい、ちょっとこのね、フロッキーとかじゃないんですけれども、こういったチェーンで縫ってますが、ここに少しね若干の小穴とかはあります。この霜降りグレーもね色目とか非常にかっこいいかと思いますし、あと形がねいいですね。これ丈も長いですし、はい、ハーフジップのヴィンテージスウェット、こちら 12,800 円に消費税です。はい、久しぶりに、まあ暖かくなってきたんでね、バンダナ3枚セットです。はい、こちらですね。エンジボディ。ちょっとこうフラワー柄といいますか。はい、こちらと、ちょっとオールドですね。こちらはネイビーボディ。はい。ここのプリント可愛いですね。はい、そしてこちら赤。ちょっとこれ、ね、企業もののこう広告が入っている感じでしょうか、はい、3枚セットで 5,800 円に消費税です、はい、続いて定番のコーチバッグ、はい、ブラウンのショルダータイプです。すいません、内側もちろん刻印入ってます、はい、状態がね綺麗ですね。ブラウンで、はい、まあ、肩からこのぐらいのバランスのショルダーバッグ、はい、レザーの程度がね非常にいいので、はい、まだまだ使えると思います、はい、こちら 7,800 円に消費税です。続いて黒ボディですね。こちら少しね、ユーズドですが、はい、まあ、もちろんね程度としても革はまだまだ使えます、はい、少しね、若干まあユーズド感はありますが、はい、サイズ感的には、はい、このぐらいのサイズ感です。こちら 7,800 円に消費税です、はい、続いて、こちらね、まあ、偉人シリーズ、こちらデッドストックでね T シャツ、箱に入った T シャツというのが、以前うちの方でも販売していたんですが、それのねコップです、はい、こういう形のマグカップですね、はい、こちらにも入ってます、箱付きのデッドストック、はい、まあ、こちらがね90年代頭とか80年代後半あたりの年代です、はい、こちら 5,000 円に消費税です、はい、パンツいきます。続いてディッキーズのデッドストックですね、はい、表記3032、ちょっと細めですけれどもね、もちろん履ける方多いと思います。デッドストック、まあレングスはね、カットすればいいと思いますし、綺麗なグレーですね。最近ね USS もなかなかなくなってきたんで、はい、こちら 9,800 円に消費税です。続いて501の USS、はい、こちらですね、はい、色の雰囲気抜群ですね。ひげが綺麗に入ってて当たりも綺麗に出てます。一瞬ね耳つきかなと思うぐらいの綺麗な色落ちです。股もね特に大きいダメージもありません。後ろパッチ表記が3634表記、はい、実寸がですね今ね3532ぐらいですね。まあレングスは上がってないと思います。当たりも綺麗に出てますし、後ろもね、ちょうどもうこれがね夏履くのにちょうどいい色落ちですね。はい、雰囲気こんな感じです。色いいですね。こちら7,800円に消費税です。お手頃だな。続いてヴィンテージデニムですね。こちら501の66モデル。色落ち縦の線がねブワーっと出てる。66あたりにねたまにあります。このね下の方を見ていただくと縦線がねめちゃめちゃ綺麗に出てます。はい、こちらね残念ですが裾はねチェーンステッチですが上げられてます。もちろん耳付きで、膝の位置ですね。両膝にリペアが入ってます。まあ、綺麗に直ってますね。はい、股はね特別リペアは入ってません。後ろパッチ表記がねほとんど読めなくなってるんですが3432ですかね、30かな。はい、実寸ですね。こちら3227です。ちょっとレングスはね短めですが色の雰囲気抜群です。はい、すいません。こちらスモール E の、はい、もちろんシングルステッチ。はい、まあ夏仕様と思っていただければ、まあ、これから春先ちょっとね短めですが革靴なんかで合わせてもいいですし、夏になればねもう別に B3 で履いてもらってもいい。雰囲気抜群にいいですね。66前期、こちらねお手頃なんです。29,800円に消費税です。続いて、こちら501のビッグ E ですね。はい、ウエストこちらねちょっとですねリペアが入ってます。ウエスト部分ここのステッチはねオリジナルなんですけれどもウエストのこの部分ちょっとね切れてしまったのかリペアされてます。パッチもね欠損してるんですがあと赤タブもちょっと欠損してます。ただ色の雰囲気抜群にいいですね。あとねサイズがねいいんです。こちら、実寸で3432、裾口もちょっとリペアは入ってるんですけれども耳がこちらシングル、はい、赤タブは欠損してるんですがおそらくビッグ E の年代です。少しねこの辺のリペア等も入ってるんですが映像で見ていただいても分かるかのように色落ち抜群にかっこいいです。はい、あとサイズも実寸で3432おそらくパッチサイズでサブ6サブ34かな。はい、色こちらこれもね夏とかにちょうどいい色落ちだと思います。こちらお手頃ですね。35,800円に消費税です。35%。はい。まあリペアもあるんで、その分お安いです。はい。続いてブラウンズビーチですね。久しぶりですね。状態いいです。ちょっと襟元のねここは少し擦れてますが、三角タグでサイズ40表記。40だと僕がジャストサイズです。はい。色ネイビーの方ですね。形もね非常にいいです。結構ね横に、まあ、サイズ44とか大きいのだと横幅が大きいですし多分僕がジャストで着れるサイズ感というのは、まあ、一番ね皆さんバランスよく着れるんじゃないでしょうか。ボタンなんかもねもちろんスナップボタン状態非常にいいです。まだねなかなか自分サイズに出会ってない方も多いんじゃないでしょうか。探しての方も多いと思います。ブラウンズビーチでこちら 49,800円に消費税です。続いてこちらがカーハート、はい、サイズ48、いいですね。これでかいサイズ。あとは、結構ねリペアをこういったねちょっと面白い感じで、リメイクされてます。ポケットなんかもね多分穴が開いたところにこういう風な継ぎはぎいわゆる雰囲気系です。しかもサイズ48これダボっと切れますね。雰囲気もいいですし色落ちも全体的に綺麗に落ちてます。かっこいいですね。これデザイン的にもいいんじゃないでしょうか。色落ちもねかっこいいですし、はい、こちら70年代のカーハートで 9,800円に消費税です。はい、続いてスタジャンまたね新品のブランドさんなんかも結構スタジャン結構ね出てると思うんですがこちらちょっと古めです。ボタスタですね。通常まあスナップボタンが多いんですけどやはりオールドのスタジャンはこのボタンのスタジャンです。パチポケのタグがこちらですね。サイズ表記はねちょっと欠損してるんですがおそらく自分がジャストサイズで着れる42ぐらいだと思います。はい、袖のねキャメルのこのレザーもね非常に状態良くて、はい、ウールのとこもねダメージ一切ないです。はい、袖口のね少しこういったレザーの汚れは若干はあるんですけど、リブもね全然綺麗ですね。はい、まあ、ワッペンのね B もデザインかっこいいと思います。こちらボタスターで、29,800 円に消費税です。はい、そして最後にもうねお探しの方もまだまだ多いと思います。 G アン、セカンドですね。はい、こちら 507XX、はい、もう色落ちもう見ていただくと抜群です。袖口にですねこのひげ、あとこちらの袖口ちょっとね大きくリペアが入ってます。でもね綺麗にリペアされてます。これは本当うちの方でですねリペア出させていただいたんですけど、千葉の Y.M.FACTORY さんで綺麗にリペアしていただきました。はい、サイズ脇見ていただくと、ステッチ、まあ、いわゆる1本ですね。合わせてこのぐらいのサイズ感、自分はねちょっと小さめですが、40表記縮みだと思います。実寸がね約3パチぐらいです。そしてパッチはね、欠損してます。下の裾部分、はい、ステッチがねいわゆるチェーンです。これちょっと抜けちゃってますがチェーンで、ただここは抜けきってない、ちょうどねまあ過渡期とかいう言い方ですけれども、レザーパッチだと思います。はい、色落ち抜群に良くてサイズもね40縮みなので着れる方も多いと思います。はい、こちら228,000に消費税です。ベルジン買い取り委託販売を行っております。お問い合わせいただければ対応いたしますのでよろしくお願いします。